はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんです。で今海外から帰国して、まあ、タイ、フィリピン、カンボジア行ってたんだけど、めっちゃ体調悪くてインフルエンザじゃないかなって言って病院に行ったら、まあインフルエンザじゃないっつって、で海外に行ってたって言って、そしたらなんか可能性はあるからコロナじゃないかって言って、今からちょっと検査しに行きます。で車で着いたら入ってくんなって言われて、とりあえず駐車場で電話してそこで待ってろみたいな感じになってます。じゃあもし俺が本当にコロナだったら、うん、今まで会った家族の人とかはどうすればいいか、うんうん、そうそうそう、移っても、うん、ならなく終わる場合もほらあるしね、うん、何もならなくて、もしかして潜伏してても何もなく終わって、でもそれがだんだん続いてって消滅していくんだって。隔離された部屋に入れられました。とりあえずコロナウイルスの可能性は低いですね。ほぼない、まあ、レントゲン確認してですけど。レントゲンは何のために取るんですか？肺炎を起こしてないかな。肺炎なくないですか？うん、ないと思います。ないよね。ないと思います。心配じゃなくていいとは言えないんですけど、うん、今これだけ感染力が強い、強いですよね、ウイルスなんで、まあ、新型なので、うん、要はよくわかってないですよ。今までの風邪のウイルスとは型が違うから、うん、みんなかかったことない風邪のウイルスなんでみんなかかっちゃう。ああ、免疫がないから。そうそうそう、コロナじゃないんだったらこれが何なのか知りたいんですよ。でも風邪のウイルスって調べられないんです。調べられない、調べられないです。風邪なの、そもそも風邪ですね。なので検査する必要はないので、検査する必要なく、このまま普通に自由にしてていいと。そうですね、ただ、うん、まあ、風邪は風邪なのでしっかり療養してください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございます。まあ、なんか無事帰ってきて、まあ、特に問題なく、本当にコロナだったら多分2週間3週間隔離されて明後日メキシコ行くんだけど、そういうのもなかったし、だから全然違った未来になってたと思うし、先生の話は聞いてると、でみんながなったことないやつだからみんながなりやすいっていうのがすごい不安なところなのかしんないし、まあ、こっち別の病院側の意見みたいなの少しでも参考になったらなと思います。ということで、なんか海外旅行のなんか楽しいこととか、まあこういうことあんだよとかっていうのも発信していきたいと思うし、まあ楽しいことも楽しくないことも怖いことも、まあ危ないこともいいことも危ないことも、まあ、全部含めてうちらのスタイルの海外旅行だと思うんで、まあいろいろ発信できたらなと思います。 OK、 アディオスアミゴス。